オリオンです。今回の雑学はこちら。ロダンの考える人は何を考えているのかと。考える人というと、フランスの彫刻家、オーギュスト・ロダンが制作したことで有名と。このブロンズ像の彫刻は何を考えているのかと。それはというと、あの世のことを考えていると。地獄へ行っても、地獄へ行ってもがく姿を想像していると。考えると言っても、単なる日常のことを考えているわけでもなくて、人間の運命や宿命など、難しいことを考えていると。しかし本人が言うには何も考えていないと言うんです。という説があります。その理由として、考える人というタイトルは、ロダン本人がつけたのではなくて、レディエという男が勝手につけたものだから。この男は、ブロンズ像を鋳造した人です。はい。